Hey, what's up, guys? Indian Sensei here. Welcome back to an episode of Magic and Muscles, right? That's what it's called. Martial Magic and Muscles. So I watched episode one, but then I started watching some other anime, so I forgot that I was watching this also. So yeah, let's react to the episode two of this. This is kind of a comedy anime, and little bit context is that you can say very strong guy, like, you know, Saitama, physically strong, doesn't have any powers. With hairs, of course, gets into a magical world where he cannot use magic. That's the context. So yeah, let's get started on episode 2. Easton Maho Gakkou. Easton Magic Academy. And yeah, he something happened. If you want to watch the, of course, full story, watch episode 1. But stuff happened and now he has been put into a magical school, even though he doesn't have magic. Kazukazu no elite wo okuridashite kita.3% of the applicants. Oh my god, this is like competitive exam. Out of all applicants, only 3% are selected. Okay. And also, little bit more context, those who are born who cannot do any magic don't have a mark on their face. So I guess they put some kind of sticker on his face so that he doesn't get caught. Dore, dore, kotoshi no shigansha wa? Meimon kizoku no chounan, mahoukyoku jimujikan no usuko. Seiken teki ni wa yuumei dokoro to itta dokoro da na. Tsue no teire ni mahousha no chekku. Shiken ni taishite 4 nen ga nai. Sasuga kakushiki dakai waga kou ni fusawashii ishiki no takai jukensha tachi. This guy, man. What is this? This is deadlift or what? What is this, bro? どういうこと? 今から魔法学校の編入試験なんですけど なんで筋トレしてるやついんの? いや、落ち着け。見間違いだきっと ここは魔法学校 いるわけないだろ、そんなふざけたやつ 空気椅子しながら筋トレの本読んだら 受かる気あるの? せめて魔法に関する本であれよ トレーニング後45分以内のタンパク質摂取は何か一人で言ってるし、しかも後ろの二人は何？全然隠れられてねえし。 So the one with the beard is his dad, and this is the guy who told him to get into school, so that he can, you know, become like the top student and get money and stuff, and then he can pay him. 本当に大丈夫なんじゃろうな。 マシは魔法が使えんのじゃが、俺の段取りが信じらんねえのか。顔の技も本物そっくりに作ってやる。ガロ。多分面白いもんが見られるぜ。まあいい。どうせあんなふざけたやつは試験ですぐ落ちる。いや、試験ってどんなのだろう。なんとしてでも受かんなきゃね。はじめまして。イーストン魔法学校へようこそ。ようこそ。 今日の編入試験を担当するクロード・ルッチだ。よろしく。It seems too much similar to Harry Potter. クロード・ルッチ。次に来る魔法使い、今年度7位に入った。若くして数々の高度な魔法を獲得したという噂の。なんて気持ちいいんだ。もっと私を崇めたてもしてくれ。わざわざ火の中から出てくるとか熱そうだな。 あいつは絶対落とす。では早速一次試験を始める。全員席につけ。席？席なんかないぞ。なんだ？机が現れたぞ。はい。最初から用意してある部屋に連れてってくれればいいのに。 I mean, he does talk sense. I mean, common sense. Like, why do you want to show off your magic?
この編入試験は突破率 3%。 あいつのようなふざけたやつはまず通らん。制限時間は30分。それでは始め。この答案用紙、文字が動いてる。そう、その答案用紙には私の魔法をかけてある。つまりこの試験の合格基準はこの魔法を解き文字を成立させることにある。絶対無理じゃん。なんで俺あの時いけると思ったんだろう。動かれると困るんだけど。動かれると困るんだけど。できました。こいつはさっきの。まあどうせ中途半端な。すっごい成立してる。あいつ、あの重い輪を軽々と浮かしてるぞ。うわ、水の上走ってるぞあいつ。それ以降もマッシュはなんやかんやで試験を突破した。He's just like Saitama, bro. なぜあんなふざけたやつが残っている。私をバカにするあの品のないガキが。ガキだったら次の試験はこれだ。おい、また地面が。おう、メーズ。次の試験はこの迷路を解いてもらう。もちろんただの迷路ではない。中にはさまざまな罠が仕掛けてある。制限時間は30分。時間内にゴール地点にいたものを合格とする。 He will just jump, bro. それでは始め。ゴールに行けばいいのか。なんだか簡単そうだな。あの、お、私も一緒に行っていいですか。なんで。え、あの、きっと二人で協力した方が効率的だと思うんで。ああ、確かに。ありがとうございます。一体どんな罠が私たちを待ち受けているんですかね。And like something has appeared. Wait for me. Let me go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 .なんじゃこりゃ。ずっと騙しててごめんなさい。諸事情によりゴールさせるわけにはいきません。諸事情って。言いたくないから諸事情なんです。騙されていたの。無駄ですよ、それは人間の力では。悪いけど僕にも諸事情があるんだ。じゃあ。まずい、追いかけて足止めしなきゃ。朝には4本足。え？昼には2本足。Oh, bro, what is this? 3本足の生き物。Isn't that too much? なんだ。絶対、やばいやつじゃないですか。所詮はテスト。私の魔法でここは。我が問いに答え。目だ、腰が抜けた。まずいまずい、なぞなぞ。どうしようどうしよう。朝が4本足、昼が2本足、夕方が3本足。Lock! あー、ダメだ、同様で。I think.頭が回らない。タイムアップ。何時に罰を与える。助け。違いますね。これは確かに罰。自分のために他人を。It's not clock. 最低ですね、私は。Shadow, I think. キノコ頭さん。
そんな生き物いるわけないだろ。なんでわざわざ助けに来てくれたんですか。いや、諸事情が僕みたいな感じだったらなんかかわいそうだと思って。かわいそう。でも多分もう間に合わないですよ、今からじゃ。僕がどうやってここまで一瞬できたと思ってるんだ。そろそろ時間だ。あまたの罠に迷路の番人、さらに私が用意した足止めの生徒、さすがにこれだけすればやっつも。おい、なんかすごい音がするぞ。何かが壊れる音。まさか厚さ1メートル、いかなる魔法をも防ぐこの壁だ。一直線に実験できやがった。なかなか面白い子じゃの。ありか、あれありなのか。いや、ダメだろ、卑怯だろ。ふざけるなよ。帰りたい。おかしいだろ、迷路じゃねえだろ、それはもう。確かに迷って出てくるのが迷路だろうが。困ったも。迷路とは一体哲学。帰れ帰れ帰れ。いや、やめてあげてください。これは悪くないんです。やめろ。言えばただじゃおかないぞ。今ならあの約束もまだ考えてやる。私が、おい、私が意図的にゴールに行けないよう邪魔したんです、ルッチ先生に言われて。その人を足止めしたら合格にしてやるって言われて。私んち貧乏で、家族のためにも何とか入りたくて。でもそんな私を助けて、彼はこう言ったんです。僕と結婚してくれって。いや、言ってないけど。だって怪我痛むならおぶっていくけど。え、いや、それって私と、私重いですよ。僕は重いとかは別に気にしないけど。そんなに照れないでください。分かってます、あなたの気持ちはとても良かったですよ。いや、言ってないから普通に。そうだ、悪いか、私は試験官だ。気に入らない奴を落とそうとして何が悪い。生意気なガキに貧乏少女、底辺にも利用価値があると思って声をかけてやったのに、恩をあだで返しやがって。頭が悪いのは親譲りか。そりゃ当然みすぼらしい人生ってわけだ。お前たち二人は不合格だ。文句があるなら立てつくか。エリート教師であるこの私に。もっとも、That's a bit dirty, bro. の話だがな。え？言い過ぎですよ、先生。何？わあ、ついにおっちゃんだ。あいつそういうとこあるよ、本当。なんかかわいそう。黙れ！お前らの言うことなんか。静まれ！ダンブルドアですよ。今から最終面接を始める。これより先はわしが試験を監督する。校長、なぜここに。ルッチーよ、お前は後でわしの部屋へ来なさい。かしこまりました。どうもありました。では早速一人目と行こう。それではマッシュ・バーンデッドの最終面接を始める。よろしくお願いします。まず最初に、なぜ我が校を選んだのかを聞こう。ああ、家族と平和に暮らすためです。
答えになってないわ。どういうことだ。よいよい。では次に、迷路の試験で時間がないのに女の子を助けたのは本当かね。Yes. まあ一応。なぜじゃね。君がわざわざ不合格のリスクを取ったのは。なんだか後悔しそうだったんで。君はどうやら後先をあまり考えないタイプらしい。もしスフィンクスが君より強かったり壁が壊せなかったらとは考えなかったのかな。まあ考えたところでやるしかないんで。非常に面白い。じゃがその答えは君がまだ世界を全く知らないから言えることじゃ。君より強いものはこの世に5万とおる。君より圧倒的に強い存在が立ちはだかった時、果たして同じような行動が取れるかな。例えばそれが。わしだとしても。なんて圧倒的な魔力。しかもこの魔法は。なんだこれ。この魔法は対象者の一番大切なものの魂を人形に移すことができる古代魔法じゃ。じいさん、どうした。じいさん。もちろんそれだけではない。魂の移った人形にナイフを突き刺せば、そのものはもう帰ってこない。言わんかったかね。わしは君より圧倒的に強いと。今の君にはどうすることもできない。してこのような状況に置かれた時、君は。こんなでかいもの、ずっと出しておけないでしょ。我慢比べですね、これは。力とは、人を傷つけ、救いもする。それは力を持っている者次第なのじゃ。だからこそわしは重視したいのじゃ。弱きを助け、強きをくじく。ノブレス・オブ・リージュ、強き者としての資質を。そしてわしの見立てによると、君という人間はその資質を持っているようじゃ。You passed the exam. 申し訳ない。文字通り君を試させてもらった。そんな気はさらさらなかったんじゃ。お構いなく。あ。ん？なんじゃね？校長がさっき言ってた、もし校長が僕の前に立ちはだかったらって質問の答えなんですけど。その時はボコボコにしてあげますよ。グーパンで。なんと無礼な。正気覚様。ようこそイーストン魔法学校へ。いや、大丈夫かじいさん。優しくして。とまあいろいろあったが、マッシュバーンデッドはイーストン魔法学校の編入試験に合格したのだった。Bro, it looks similar, almost similar to Hogwarts. 今日は最も基礎的な鍵を開ける呪文を学びましょう。鍵を開けるイメージを魔力で送り込みます。オプティアース。では実際にやってみましょう。先生、開けました。いや先生、そうじゃねえだろうが。ここ魔法学校なんですけど。魔法を学ぶとこなんですけど。いや、自分、魔法とかそういうの苦手なんだよ。なんでここにいんの。前途多難ですな、これは。なんで一言みたく言ってんだ。どうなってんだよ神経。
今年の編入生はどうなってんだ。明らかにヤバいやつが入ってるじゃないか。神は死んだ。なんだこいつ。絶対に関わらない。今度はどこ見てんだよ。聞け、人の話を聞きなさい。この学校寮だからな。ああいう人とは一緒の部屋になりたくない。 You will become your roommate, bro. Don't worry. 僕の部屋はって、あれ、ドアが、ん、僕はフィン・エイムズ、今日からよろしく。Nice to be rooming with you. 僕はマッシュ・バーンデット。わからないことばかりで迷惑かけるかもだけど、よろしく。あれ、意外とまとも。で、こっちがケビン。え、で、こっちがマイク。この人、筋肉に名前つけてる。止まった。そしていつ着替えたの。まあ、わからないことは何でも僕に聞いてよ。寮部屋は内部進学組と編入組が1対1で組み合わさって手助けするのがここのしきたりなんだ。なるほど。ここは穏便に、そして一定の距離を保とう。僕の平穏な学校生活のために。一ついいかい。うん。この学校で進学者になるにはどうしたらいいんだ。ああ、進学者ね。金のコインを集めるのさ。オールコインズ。テスト、授業、課外活動、学校生活、全てが評価対象で、その評価に応じて金銀銅の効果が与えられるんだ。まあ効果とは関係なく、学期ごとに一定の成績を取れないと退学になるんだけど。なんとなく分かってたけど、非常にまずいな、これは。なんかすぐ退学になりそうだな。だからみんなすごく必死なんだ。もちろん僕も。君も頑張ってね。決して一緒に頑張ろうとは言わないフィンであった。Make sure not to say to our best. いいやつだな、君は。そして単純なマッシュであった。シュークリーム、いる？え？どこから出したの？いただくけど。果たして魔力を持たないマッシュは進化者になれるのか？ Yeah, I think so. That should not be a problem. So that was it for episode 2. This anime is too funny, man. I mean, I like it.Comedy animes, I always, you know, I'm up for it. Like, I think my favorite genre in everything, like even in movies, even in TV shows and stuff, comedy is one of my favorite genres. So yeah. Okay, that was it for episode 2. I will see you with another episode soon. Until next time. Sayonara.